7月24日後楽園ホール第2代クラッシュクルーザー級王座決定トーナメントを初代王者のケイジが優勝予想。谷川杉本は谷川が勝つと思います。リズムですね、杉本のリズム、一定のリズム感は、谷川の方がテンポが速いんですよ。倒せなくても3ラウンドそのリズムでいくんじゃないかなと思うと、ポイントは、谷川ですね。いつもハイキックとかカウンター当てるのって相手がバテてからの大振りになるんですよ。ずっと大振りになるまで違うとこを振って待ってましたというワンばかりのやっぱハイキックだったりそのパンチだったりするんですけど、谷川は、3ラウンドきっちり戦い切れるファイターなんですよ。でテンポが速いんですよね、リズムが。なんで、判定で谷川かなという予想です。サッタリの、1ラウンド KO か、ルイの判定勝ちです。まあ、サッタリに空振りをさせることができたらこれルイは判定できるんじゃないかなと思ってます。あのタイプやっぱ消耗しますから、あのファイトスタイルは。でルイはとにかく誘ってカウンターを合わせるんじゃなくて、カウンター合わせいったら絶対打ち負けちゃうから、カウンターでもとにかく空振りをさせること、空振りをさせてポイントを取っていく。で使われてポイントを取った時に有効だもん、ね、狙える雰囲気だったら狙っていいけど、無理にもう当て逃げでもいい、もう勝つんだったら。そういう意味でルイが下手にカウンター狙いに行ったら全部潰されて、サッタリが勝ちます。1ラウンドで、これはもう絶対1ラウンドで終わります。空振りさせてポイントを取れるんだったら、ルイも、勝つ可能性はあると思います。優勝はサッタリに勝ったらもうルイが勝ちますね。これは前回谷川とルイは、まあ、谷川は勝ってますけど、まあ、そこもその反抗年になってる思いも強いと思うので。果たして小足のベルトを巻くのは一体誰だ。